脳みそ出てるみたいな絶対行くべき巨万の富竹さんはあったかい食毛事例ガイドブックを視聴者の皆さんに無料プレゼントしています。詳しくは概要欄から。はい、どうもこんにちは、アグリーマチャンネルの山本です。今回の食毛の旅のメンバーを紹介します。こちらからイッチーです。楽しんごさんです。お願いします。セブンさんです。お願いします。でこちらが令和の虎の志願者のイリちゃんです。よろしくお願いします。よし、今からみんなで出発しましょう。出発。イリちゃんは自分の動画見ました？見ました。最初見れなかったです。令和の虎のコメント欄、他の〇〇マンタイガーファンディングだと結構コメント欄荒れてるけど。そうですね、竹さんはあったかい。すごいみんなあったかい言葉で最初見るの怖かったですけど、うん、出てよかったなって、はい。イリちゃんの本気量はもう凄まじかった。志願書から伝わってくる本気量。すごい、何回も考え直し。イスタンブール空港到着。タマシンゴさんは食もしないからお酒をしっかり飲まれて。がっつり飲みました。でも飲めないんだ。こちらからパスポートコントロール通過して荷物を受け取りに行きます。電光掲示板を見て、スーツケースの場所がどこかをチェックしに行きます。 18A かな。 18A こっちですね。もう一個、車で何時間ぐらい。車で45分ぐらいですね。そうなんですね、近い。柔らかい方がやっぱ剥ぎやすいのかな。だと思いますよ。そうですよ、はい、美容師さんとかにあの髪切ってる時に、あ、こいつ毛が柔らかいから剥げるなみたいな感じですぐ察知されますよ。あ、そうなんだ。まあ、後ろの毛が硬そうなんで大丈夫と思います。うん、そうなんだ。すごい後ろいっぱいじゃないですか。それがこのね、前髪にくれば後ろはまあまあ、うんうんうん、ちょっとてっぺんがハゲとかね。ちょっとだけ丸刈りで植毛するからそこも植えてもらいますよ。そうですね。イスタンブール空港到着しました。今からクリニックに行って植毛します。私緊張感高まってきましたね。よし、8番出口ここ通過すると運転手が迎えに来てくれてます。もっと寒いと思ったら寒くない。全然、うん、ちょうどいいや。ちょうどいいですね。こっち。日本のどこからですか？は、神奈川。神奈川？ちょっと近く。東京隣。自分の好きなヘアラインとか好きな芸能人の。こういう感じに。Böyle bir şekilde yani bunu seviyorum. Yeni bir isimmiş. Selçuk. ちょっとまずいかもしれない。Tokyo. Daha yakışıklı yapacağız. Yumi-jin よりかっこいいになります。最初は丸坊主して、あとはまたこのヘアラインを確認します。Yo, welcome. See you in the operation.初めて触るんでしょ。あ、分かった。気づいてない。すごい。あっという間だ。丸刈りにしたことあります。人生初めて。初めてこっから後ろから持ってスレーマンしてます。これのあ、すごい。どうぞお願いします。島だ。マジでお手頃さん頑張ってね。頑張ってね。はい、いや、頑張って。ショッピング、ランチ、早めの。早めのランチ。うん、天気が良いからとってもいいですね。そうですね。楽しい。前回よりもなんかすごい楽しい。はい、あ、楽しい。そうですね。前回は食毛でやっぱりなんか緊張っていうか怖さとかもあったし。ちょっと ありましたけど。はい、でも今日はなんかね、何も気にせず。親の気持ち。みんな無事で。はい。
何か問題はありましたか？まあ、大丈夫です。でもね、疲れたんですね。あー、よかったー。あー、しおちゃん。来たあったかい。大会は1時間ぐらいでしたね。おいしいか。よかった、よかった。ここじゃ。うん。親のような気持ちですよ。ほんと。全部じっと待ったら美味しいもん行きましょう。めっちゃショッピングモールでバーガーキング食べたんですよ。いやお疲れ様ですね。何時間ぐらい？ 6 時間ぐらいですね。令和の虎出てこんなに早く来れるなんて。そうです。放送した次の日に飛んでくると職場の人どんな感じで応援してくれました？仕事を休むのも人間関係が構築できてないとなかなか休ませてくれないと思いますけど、とりあえずみんなえマジでみたいな、うん、驚きの方があって、うん、今ちょっと職場が変わってしまったんで、その前のところは、うん、いいよ、もうそんな人生左右するような大事だからいいよ、できないよみたいな、うん、あ、いい職場ですね。皆さん優しい、うわ、ご理解がある。最初はあの信じてもらえなかったです。あ、本当にみたいな、本当に上トルコ行くのみたいな、はい、でその令和の虎出てもう行くの決まってますっつって、うん、でその令和の虎ってのも知らない方がいて、うん、YouTube 出るのみたいな、うん、そんな感じで、うん、もう芸能人みたいな感じですね。ぱっと見あの脳みそ出てるみたいな。脳みそ確かに遠目で。あ、楽しい子さん来た。おおめっちゃ見てもらいました。うわー、よかったね、はい、今日から勝負ですよ。そうです、今日から本当、ちょっと寝不足だったのから、うん、全然もう記憶がないですね、やってる時の。体感時間どんぐらいですか、オペしてる時の。だ、自分やったの本当1時間ぐらいなんじゃないかっていうぐらい。あー、なるほど。収録の時は林社長が終始、あ、心を打たれるよみたいな感じで林社長とか皆さんの隣に本当感謝する感じです。髪の毛がちょっと生えてきた状態で林社長にも会いたいです。そうですね、林社長おかげさまで会いました。福田社長ももうあんなに踊れた顔されてこの後はどういう流れですか？もうホテルに。はい、最後ブラック先生がみんなに挨拶しに来て、でそれが終わったらホテルに移動します。明日の朝6時半から11時ぐらいまで朝食の時間が無料でついてるんで、ぜひ朝食食べてほしいです。早起きすると蜂蜜をホリホリするのが多分やりやすいと思います。僕も朝食ついてる。あ、ついてる、ついてる。食べましょう。ホテルのこの蜂蜜は最高なんだよな。ホテルの朝食でこいつが一番うまいわ。朝食で趣味嗜好が出ますね。イリちゃんは一番カラフル。タマシンコさんはしっかり野菜も栄養バランスが整ってる感じがする。セブンさんも野菜多いですね。今日はそうなんです、お腹のこと考えて。あー、なるほど。僕は野菜一つも取りませんでした。イッチは今日はあんま食欲ないですか？そんなことないですよ。あとでおかわりする派。なるほど。それぐらい吸収してれば使わない。すっきりしましたね。すっきりしました。お疲れ様です。ありがとうございます。ゆっくりでいいんじゃないですか。1年経過した後でも効果は素晴らしいになると思います。今から観光に行きます。行きます。世界遺産見に行きましょう。あそこのごまパン食べたら多分お腹壊しちゃう。わー、やばいやばい。ガブッと行っちゃってください。はい、行きます。うん、うまっ。うまっ。日本のサバと一緒。渋焼き、ご飯焼きみたいな。うん、美味しい。食べてみます。はい、屋台の甘いお菓子、お腹壊さないように。何味ですか？メープル。メリオ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 。油油油味。美味しいけど中から染み出てくる油。すごいお金持ち。みんな食べる。美味しいバックラバという。バックラバピスタチオがある。あ、すごい。なんか蜂蜜がいる。持ってるハイヌムみたいなやつ。確かにハイヌムみたいなやつ。アドバイカーのミヤフシ。うん、そうか。めっちゃ美味しいです。カマトなんで。あー、大好き。楽しいことは顔が渋い。甘い。1個でいい、1個でいいよ、1個。顔近っ。綺麗でしたね。なんかね、運気上がる感じ。ここ最近まで工事してたんですけど、入るの初めてですね。これで
今日満の富だ。うわめだ。すっごい良かったです。宮殿、あ、宮殿じゃない、ブルーモスク。ブルーモスク。めちゃくちゃ良かった。目指せ。これは絶対行くべき。巨万の富。巨万の富。年収600億。600億。払うんですよ、ね。確かに僕もそう思います。ですよね。はい、口に出して目標を掲げるのは大事だと思いますね。はい、僕も必ず食目標作る。お、やったー、はい、僕も出た、私が。お願いします。ぜひお願いします。最高。ここはいいっすよ。ここ。あ、確かに。みんな喜ぶ。うん。グッバーイ。イエス、カムカム。少ないです。めっちゃ少ないんだけど。わわわわ。もうしかない。うまい、空中で。なんで1少ないんだ。少なくない。これくらいじゃない。俺これくらい。少なくない。めっちゃ少ない。今俺に俺にくれる流れじゃん。でかい。ブラボー。やってもらえてよかった。でもまあ食も関係なくご家族でぜひトルコにも来てほしいですね。いや非常に素敵な場所なんで。確かに。次また行きたいですもん。今回はイスタンブールだったんですけど、他にもいろんな観光地あるんでトルコの中で。1週間ぐらい旅してみるのいいと思いますね。帰ってきてからなんか何日間隔離とかなんですか？今はないですが、あの1年半前とか2年前だと3日間隔離とかあります。あ、そうですよね、はい、それからですもんね。今は何も関係ないですね。あの頃から活動していくことを知らなかったんですよ。知ったの半年ぐらい前なんで、山本さんのこと。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。食毛に興味持ったのはいつ頃からですか？いや、食毛っていうのは知ってたんですけど、はいはい、なんかそのそんなになか、そんな気になるのかなって。うん、なるほど。あとまあ、そうそう、山本さんの動画見た後に食毛されたら、はい、そう高いだなと思って。はいはい。まあ、日本だとめっちゃ高いですよね。みんな400万ぐらい買う。そうですね、400万コースですね。400万はさすがに髪の毛に使えないですよ。使えない。車とかに使いたいですよね。400万はちょっと高すぎるよな。うん、それで諦めてる人多分いっぱいいますよね。いや、めっちゃいると思いますよ。まあ、簡単出せないよ。はい。もっと薄毛治療は大衆化されるべきだと思いますね。女性の人とかもね、全然ね、だって、はい、うん、保険適用してほしい。保険適用、いいですね。最初はハゲリーマンチャンネルの方で、はい、社長がそのハゲに携わった人っていうか、はい、絶対林社長だろうな。竹野内社長見たらどうしようと思った。竹野内社長がもし虎側で並んでたらどうしてましたか？虎側だったら、まあ、上に打ったりしかなかったです。完全にも林社長の気持ちで来てた。ちょうど昨日今日で大学の友達からすごい LINE 来てた。本当にいろんな励ましのコメントが励ましの、そう、励ましうまい。うまいね。結構考えていって感じ。でもめちゃくちゃ考えはしました。だから言い回しとかこれで大丈夫かなみたいな、チキンパンとかいろんなの見て、あ、だからちょっと勉強して、うんうん、やっぱ暗かったりみんなトーンが暗い人が結構多くて、その人でやっぱ叱られてるの、はいはい、とりあえず明るく行こうと思ったんですけど、あの控室ですごい暗かったんで、そんなに暗く見えたんだなって、そうなっちゃうよね。一番多分あれ緊張しました、ね。いや、本当にナイスプレゼンですよ。本当にあれ素晴らしい。みんなあったかいと思って、うん、めちゃくちゃ嬉しかったです。そろそろ下に寄りましょうか。はい、よし。イスタンブールからでした。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。エッグ。次は1年で治る無料で植毛できる企画、令和の虎ハゲ版タイガーファンディング志願者募集中。ハゲ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 、うるせえ世の中を私たちが黙らせます。お待ちいたしております。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡お願いします。 LINE は概要欄に載ってます。こちらです。